こんにちは、イルカです。前に 2x4 でリフトテーブルを作りましたが、ヒンジの穴がだんだん広がって遊びができてしまって、キャンピングシェルを乗せた時は左右に揺れたりしてかなり不安定でした。それでヒンジの部分をタルキの自在クランプにしてアームを単管に変えました。人一人ぐらいの重さなら問題なく上げ下ろしできます。しかしジャッキアップポイントにジャッキを当てるために最初に少しリフトを上げて隙間を空けなければいけませんが、それをしようとするとやはりタルキクランプの固定部分に無理がかかってタルキクランプ自体がめくれてきました。あ、タルキクランプが歪んでる。あれはまずいな。一番下げた状態で初めからジャッキアップポイントにジャッキが当てられる状態でないといけないと思います。そうするために結局全部単管で作ることにしました。よろしかったらご覧ください。 2x4 のリフトテーブルを分解してとりあえずそのまま単管に置き換えることにします。そうすると材料は2m が4本、 70cm が4本、 60cm が4本、 40cm 1本です。自在クランプと直行クランプがそれぞれ8個でできます。最初に単管を直行クランプでイの字に組んで下の面を組み立てます。これが歪んだ面になっていると全てが歪むので室内のまっすぐな床の上でやりました。 OK。 とりあえず 2x4 で作った時の寸法を参考にそのまま作っています。不都合があればクランプで留めているだけなので後で調整できるので便利です。自在クランプでアームを取り付けます。アームは70センチです。まっすぐ立てた時に下の面と90度になるように板を立ててそれに合わせて固定します。ここまでやるのに何度もやり直しています。ガチェットのメガネレンチで止めていますがかなり疲れているようです。これでアームが取り付けられました。各クランプの向きはこんな感じです。単管の場合緩めればやり直しが効くのでその意味では非常に試行錯誤がやりやすいです。ジャッキアップポイントの単管は40センチでは長さが足りず結局48センチにします。実際にジャッキを置いてみて横の棒の位置やジャッキアップポイントの棒の位置を微調整します。これは単管で作るメリットです。さらに横棒の位置とジャッキアップポイントの棒の位置をうまく調整すれば完全に下げた状態でもジャッキが入ることが分かりました。これは非常に大きなメリットです。前に 2x4 で作った時は最初にジャッキを入れる時に無理がかかるのでそれが悩みの種でしたが、その問題が解決できます。下の面ができたので上の面も作ります。上の面は簡単に H 型に単管を組んで作ります。下の面の上に上の面を乗せます。すでに下の面に取り付けてあるアームを上の面に自在クランプで留めます。各部を微調整してジャッキを入れてみて動きを確認します。低い状態だと左右に不安定なので板で補強する必要があると思います。ともかく最も下げた状態からジャッキが入れられるので全く無理なく持ち上げることができると思います。各部を増し締めして単管による骨組みを完成させます。単管クランプを留める方法は自由に接続場所を変更したり調整したりできるので理想的な形にするのに非常に便利です。逆に言えば理想的な形が追求できるので追い込んでいくとキリがないというか、もうちょっともうちょっとという形でこだわり出すと調整に相当時間がかかります。ここまでの形にするのに2日ぐらいかかったと思います。
これは上下を逆さまにして下の面から見ています。アームの自在クランプに遊びがあるので、前後方向から見たときにいびつな形になりますが、それを防ぐために補強の板を張っています。ドリルネジを打っています。しかし単管が高張力鋼のものなので、ドリルネジがかなり打ちにくいです。それで下穴を開けて打っています。一番下の面にも補強の板をドリルネジで留めています。最後にキャスター付きの足を取り付けましたが、これをつけると最低高がかなり高くなるし、さらにジャッキを入れた時にこの足にジャッキが乗っかる形になり、力が強くかかってしまうので具合が悪いと思います。それと前に作った時、キャンピングシェルなど重いものを乗せた時にゴムのキャスターの変形によって不安定になっていました。このようにデメリットが多いので、結局キャスター付きの足はこの後外すことにしました。とりあえずキャスターは付けたまま上の面の板を取り付けます。上の面の単管に 2×4、3 本をドリルネジで取り付けて、それぞれの 2×4 に同じ長さの 2×4 を重ねて厚みを倍にします。さらにその上にベニヤを乗せてコーススレッドで留めます。再び裏返して、結局キャスター付きの足は外すことにします。この足は捨てるのではなくて、その辺の廃材で連結してリフトテーブルなどを運ぶための台車に改造します。単管の横棒を1メートルくらいの長いものに取り替えて足の代わりにします。場所も少し外側に調整しました。よし。足を改造した台車にリフトテーブルを乗せてキャンピングシェルのところまで移動します。キャンピングシェルは収穫カゴに乗せて保管していました。収穫カゴを端に寄せて代わりにリフトテーブルを入れます。少しリフトテーブルを持ち上げて収穫カゴを外して完全に下ろした後、四隅を床つかで支えて保管します。単管で改造したリフトテーブルの最大のメリットは、そのまま一番下げた状態でジャッキを仕込むことができるということです。だからいきなりもう上げているわけです。初めてなので慎重にやっています。四隅の床塚の荷重がなくなれば順次外していきます。隣のガレージの高級車の方に倒れていかないように左側から支えています。コーンの先端ぐらいまで上がればちょうどトラックの荷台の高さです。右下のワイプは後ろの様子です。8倍速で再生しています。異常な音がしたり傾いたりしないか注意しながらゆっくりと上げていきます。コーンの先端まで上がりました。取っ手になる棒を貫通させて軽トラをバックさせて近づけます。毛布を敷いて荷台へ滑らせます。特に問題なく積み込みができました。軽トラを前方に移動して離します。せーの。もう一度テーブルの方に移動して下げます。せーの。かなり風の強い日でしたが、特に不安定に揺れたりすることもなく上げ下げができました。せーの。初めてなので慎重にやりましたが、積み込みも積み下ろしも10分もあれば十分にできると思います。普段軽トラはキャンピングシェルを乗せずに使っています。車中泊に行く時だけキャンピングシェルを乗せます。これで積み込み積み下ろしが簡単にできるようになったので、気軽に車中泊に行けるので便利になりました。
床つかを四隅に立てて、そこまで下ろせばしっかりと固定されます。コロナが落ち着けば、車中泊の旅に出かけてみたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。